どうも皆様ごきげんよう、クです。それではゼルダの伝説、Tears of the Kingdom。 続きプレイしていきます。リーク、ゾナギアには背中につけることでゴーレムの機動力を強化できるものもあります。奇跡のある神殿はまだ遠い。リンク、先を急ぎましょう。冬ロケットはまあわかるけど、ゴーレム可愛いな。俺が見ると腰をかがめてくれるんだね。乗りますみたいな、乗りますって顔してるわ。いい、可愛いな。ちょっとで背中、これでいけんじゃない。あ、走れそうおもろ。じゃあロケットはどうなんだ。あ、上に飛ぶの。着地はゆっくりなんだね。てか高いところに移動しても関係なく着地できるんだ。こっちの方がいいかな。じゃあでどっからどう行けばいい。まあ、とりあえず向こう側から行けばいいかな。了解。とりあえずじゃあ俺は降りて、じゃあみんなで行きましょう。これはお大砲、光線ロケット、いいね。リンク、武器をつければこのゴーレムは遠くを攻撃することもできます。狙いを定めれば戦いを有利に運べるでしょう。リンク、立ちふさがる魔物を倒し進みましょう。了解です。じゃあよっレーザーじゃねえや、まあ大砲がいいんじゃないかな。うん、こうしよっか。はい、じゃあ、あとよろしくね。ほい、鉄球だらけ。鉄球、大砲。はい。リンク、秘跡までの道のりは残りわずかです。ゴーレムの秘めたる力を引き出して進みましょう。はーい。まあ、大砲よりも、こういう鉄球、鉄球の方が単純にいいんじゃないかしら。3回連続で攻撃してくれる、はい、こんな感じやね。よし、じゃあ行きましょう。ロケットがいっぱい。リンク、あれが魂の神殿ですが、このゴーレムでは崖をよじ登ることはできません。しかしゴーレムの力を引き出せば到達することも可能でしょう。さあリンク、奇跡まであと一歩です。ロケットとかいっぱいよ。まずトゲ鉄球でつける背中で、ロケットを身につけたらどうなるんだろう。ロケットで攻撃すること可能なんですか。バカ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 、まあ、着地点のねダメージがないからいいけどさ。はい、OK です。じゃあどうしよっかな。この辺になんかあったりする。ここもロケットがいっぱいある。すげえいっぱいあんね。まあいいでしょう。バーンと、まさかと思うけど、ここすごい時間かかったりする？そういうわけじゃない。わかんない。これで終わりかな？ここに到達するまで結構時間かかったけど、そもそも。なんだなんだなんだ？調べる。
はい、もう遺跡が鎮座していますね。お、鉄球とかいっぱいあるじゃん。なんボス戦っぽくない？大丈夫？私が作ったゴーレム、あの正気、おそらく魔物に乗っ取られています。魔王の手先となったゴーレムを放置できません。リンク、共に戦ってください。腕4つぐらいありそうですけど、大丈夫ですか？行きましょう。必ずここでゴーレムを食い止めます。マジか。全然やんけ。はい、行きますよ。ほら、急げ。なるほどね、そういうことか。了解了解。さすがに頑丈ですね。弾き飛ばすことならできるのですが。どんどん後ろに飛ばせってことね。今のは聞いたようです。うわお。よし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 。回数制か。勇気と無謀は違います。退いて回復を。あ、回復、あ、そっか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 。回復はできるのかな。うー、正気にやられているから。オッケーオッケーオッケー。ほら、いった。向こうは全然あのノックバックしませんね。周りにある戦地をうまく使えないでしょう。つらー。はい、行きますよ。おら、おら、今のは聞いたよ。よし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 。で、大砲は左に、で、こっちにこう避ければ OK。 おっと、まだ、まだ OK。 で、ガード、で、ガードしてから。おっしゃおっしゃおっしゃ、叩きつけろ叩きつけろ。いいよいいよ。はい、ガード、右、左、右、ほら、浮き止め。いいよ。大砲ね、まず。わー、何それ何それ何それ。エンガチョ見て。オッケーオッケー。周りにある装置をうまく使えないでしょう。ほらほらほら。オッケー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 。来るか来るか、エンガジョ来るか。来ない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 。ガードガード。勇気と無謀は違います。退いて回復を。一応回復しよう。右左右、オッフー、来たべ。ミレル様、なぜ私たちはあの腕が我々は2本しかないんですか。無駄な腕を守るために、ウヨキに止まる瞬間をつきましょう。オッケー。背中に何もつけてないのつらいな。よっしゃい、右
左、右、ああ左、満身創痍です。まあやばいっすね。回復しないと。右左よし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 。あ、ミサイルとかあるんじゃん、扇風機とか。よし、とりあえず吹き飛ばす。右、力ずくではあの守りが突破できない。他の方法を考えましょう。右、あ、まあ、やばい。勇気と無言は違う。ちょっと待ってください、きつくない？あります、退いて回復を。扇風機欲しい、扇風機欲しい。で、待って、待ってください。危ねえなこれ。いや他、鉄球とかもない。あった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 。相手の周りに押しよ。1、2、3、ほらフィニッシュ。オッケー、ふぅ、いいよ。さあ来い、さあ来い。おお、大砲か。このままだと一方的にやられてしまいます。こちらも遠くから攻撃できないでしょうか。武器をいちいち付け替えろって言うんですか。大砲あります？あるじゃん。ちょっと待ってください。痛い、待って。いや、畳みかけられんのはきついって。あ、予備の腕まで起動しました。大丈夫よ、ここまで来れたからね。このなんか足元のやつは何なのか分かんないけど。このままだと一方的にやられてしまいます。こちらも遠くから攻撃できないでしょうか。なかなかなことを言いますね。ちょっと待ってください。大砲で狙ってきてね。あーふー、よし。大砲で、なんだ、奥に追いやることができるんですよ。あ、ね、でも奥に追いやることはできない。ノックバックをしてるみたいな。でもこのまま押し込むことはできそう。あと一発。 OK、 まだいける。あ、いけない。よし、いいよ。そのまま押し込め。 OK、 あと一発。もう少しです、リンク。油断は禁物ですよ。 OK。 あと方法をちゃんと考えつつで、大丈夫、左手がで、ズナーバッテリーもまだまだ。あとは押し込んでいくだけ。頭が悪いのよ、二人とも。敵も味方も。もうこれじゃ魂の賢者じゃなくて力の賢者だよ。あと一発、終わりだ。Thank you.
電流の流れていたあの金網が正気によるものじゃなくて、この魂の神殿のあの設備だって考えるとミネア様の趣味が大体わかるよね。はい、OK です、ありがとうございます。一応見ましょうか。魔王の魔力によって操られていたゴーレムを倒した。かつてミネルが作ったという、そのゴーレムの残骸とともに神殿を満ちていた、正気は消え去った。祭壇の上では魂の遺跡がきらめいている。じゃあ行きましょうか。ちなみに、この状態じゃ鉄球はそれは動かないよね。そうだよね。はい、 OK です。私は誇り高きゾナウ族にして魂の賢者、そしてゼルダの思いを知りあなたに合力する者。ミネル、やっと会えましたね、リンク。ありがとう。あなたのおかげでこうして秘跡を取り戻すことができました。本来であればあなたがプルアパッドを手にすると同時に私も目覚め、あのゴーレムに魂を宿して導くつもりが魔王の手先に乗っ取られ妨害されていたのです。それをあなたは自力で私までたどり着いてくれた。リンク、手を。神の賢者ミネルの名において力を授けましょう。さあ受け取ってください。私とあなたには深い縁が結ばれました。これからはあのゴーレムに魂を宿しあなたの力となりましょう。うん、私はハイラル王国が建国された時代、遥か過去の世界に生きたもの。とある理由により肉体を捨て魂だけの存在となり、今から話す全てを伝えるつもりでプラパッドの中で眠っていたのです。魔王の邪魔が入ったとはいえこんなに遅くなってしまったことをどうか許してください。さあ本題に入りましょう。私の生きた時代、あなたからすれば遥かな過去、ゼルダは時の賢者として目覚め私たちの前に現れたのです。今から話すのはかつてこのハイラルの地で起きた悲劇、そして奇跡を手にし時を超えた彼女が、遥かな過去で下した大いなる決断、あなたが持っているその剣マスターソードに込められたあの子の決意を伝えたいのです。遥かな過去、神の末裔ゾナウ族は大いなる英知とともに天より地上へと降臨しました。神の遺産、持つ者の力を倍化させる秘宝、奇跡を携えて。私の弟ラウルはゾナウの術を持って民を導き、そこで出会った地上の娘ソニアと結ばれました。
ラウルはソニアに一つの秘跡を送り、そして二人は大地に国を起こしました。ラウルが王、ソニアが王妃となった王国の名はハイラル。二人は多くの民と共に繁栄の礎を築いていったのです。しかし突如悲劇が訪れました。砂漠より現れた邪悪なる者、ゲルドの頭目ガノンドロフがソニアの命を奪い、彼女の秘跡を手に入れたのです。ガノンドロフは秘跡の力で人から魔王へと変貌を遂げ、あまたの魔物を生み出し世界を襲いました。ハイラル王国は襲い来る魔物たちと懸命に戦いましたが、邪悪な力に押され窮地に立たされていったのです。ラウルはその状況を打開すべく一つの策を講じました。力ある戦士たちに秘跡を託し、賢者となった彼らと魔王ガノンドロフを倒そうとしたのです。数で勝るラウルたちは魔王を打ち果たせるはずでした。しかし、魔王の力は想像をはるかに超えて膨れ上がっていました。私はその猛攻の前に倒れ、もはや我らに勝機はありませんでした。そしてラウルは、最後の手段を決意したのです。その慢心が命取りぞ、ガノンドロフ。道など持たぬ覚悟。ラウル様。我にとっては万年も瞬きと同じ、何も変わらぬ。いや、悠久の先、貴様を討つ者が必ず現れる。大魔の剣を持つ剣士リンク、この名を忘れるな。この悲劇が封印戦争と呼ばれるものです。かろうじて魔王を封印することには成功したものの、私は負傷し遠からず肉体を失う運命にありました。ああ、
そんな時、一本の朽ちた剣を携えてゼルダが私を訪ねてきたのです。そう、時の神殿であなたの手から消えたマスターソードはあの時、遥かな時を超えゼルダの手に渡っていたのです。そして今再びあなたの手に戻った。ではその剣もあなたと同じように時を超えてきたと。はい、元いた時代で私は見たのです。このマスターソードが砕けながらも魔王に傷を負わせたところを。我らの力がまるで通じなかったあの魔王に、うん、しかしその剣で何をしようというのです。マスターソードは聖なる力を満たし続けることでより強靭な剣として再生します。確かに再生と強化が可能なのであれば魔王に対する切り札になり得るかもしれない。しかし魔王に対抗できるほどの力を持たせるには長い長い時間が必要でしょう。それほど途方もない間聖なる力で満たし続けるなど一体どうやって。方法はあります。まさか。はい、あの術で私が。言ったはずです、あれは禁断の術、人を捨てるということだと。それをあなたは。フィネル様。もう人には戻れないのですよ。剣を手にした時確信したのです。私はこのために時を超えてきたのだと。私はマスターソードを復活させリンクに届けたい。わかりました。決意は固いようですね。こたびのことは我らゾナウのおごりが招いたも同然。私も残された命のすべてをあなたの言う勇者リンク殿にかけ最善を尽くしましょう。我が肉体が滅びようとも魂の続く限り。それからゼルダと私は策を語り合いました。遥かな未来にいるあなたを導くための準備を整えたのです。ああ、私は賞金を犯され命尽きる前に魂となりブラパッドの中へ。そしてゼルダは禁断の術を行いました。あなたがマスターソードで魔王を打ち果たしハイラルに平和をもたらしてくれると信じて、うん、あなたはすでにゼルダが残した希望を大魔の剣マスターソードを手にしています。ああ、行きましょうリンク。ゼルダが残した希望の剣とともに必ずや魔王ガノンドルフを打ち倒しましょう。ミネルとの盟約、使うことでミネルの魂の入ったゴーレムを呼び出したり戻したりすることができる。はい、太古よりの導き完了しましたね。これで5人目の賢者マスターソードの手がかり。もうわー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 、でもマスターとソードもう手に入れたよ。 OK、 はい、竜の涙がもう終わってるからね。5人目の賢者を探せ。はい、一応見ていこっか。古代ユリの導き、これだ。太古ユリの導きか。ついに声の主魂の賢者ミネルと会うことができた。プルラパトに宿っていたミネルの魂が秘跡に移り、よりしろとなったゴーレムと共に力を貸してくれる。ミネルは遥か過去に起きた魔王との戦い、封印戦争とマスターソードを蘇らせようとするゼルダ姫の強い決意を語ってくれた。
で、マスターソードの手がかり、これか。遥かな時を超え、ゼラ姫の手に渡った大魔の剣、マスターソード、その手がかりをつかむことができた。もう手に入れてるけどな。謎の声の主、魂の賢者ミネルと出会ったことで、遥かな過去に起きた魔王との戦い、封印戦争とマスターソードを蘇らせようとするゼルダ姫の強い決意について知ることができた。求めていた手がかりは揃った。監視砦にいるプラに報告しようということで、 OK です。じゃあ今回ここまでかな、うん、ね、はい、うん、決戦の時が近づいています。ゼルダが残したその希望の剣を手に、共に力を合わせ魔王ガロンドルフを打ち倒しましょうと。あ、私は決戦の時に備え、ここでこのゴーレムの体を万全の状態に整えておきます。あなたと私の間はすでに絆が結ばれています。私の力が必要な時はいつでも呼んでください。そういうことができるの。左右にゴーレムがおる。ミネル様、リンクの右腕の元の持ち主であるラウルの実の姉で、はるか昔神話の時代、彼と共に魔王と戦った魂の賢者。戦いで深手を負うも、その賢者の力でプラバトに魂を移し、現代まで命をつないだ。ゾナウの秘跡が魔王を生んだことにより責任を感じ、現代で魔王を討伐に力を尽くすことをゼルダに誓っている。なるほどな。あ、なんだなんだなんだ。研究者であるミネル様のご命令により、地底をめぐり素材を発掘することが私のお役目。しかし魔王の手先が魂の神殿を占拠したため、じっと身を隠しておりました。あなた様のおかげで再び任務に戻れます。心より感謝申し上げます。お礼として私が地底で発掘したこちらをお持ちください。なんだ、何これ。古代の刃、敵を消滅させる力を持つ 古代の探検上の刃、武器として振るうには小さすぎるため、矢につけて飛ばすのが主な使い方となる。消滅する矢ってこと、怖。先ほども申し上げましたが、私はミネル様のご命令で素材を集めております。もしあなたがゾナギウムをお持ちならば、どうかお譲りを。もちろんタダとは申しません。ゾナギウム50個ご用意していただけたら、古代の刃1つとお引き換えいたします。あなた様はすでに十分な素材をお持ちのご様子。古代の刃との交換をご希望ですか。やめておきましょう。承知いたしました。交換が必要でしたらまたお声掛けください。地底で見つかるし古代の刃、はい、私はカジゴーレム。ゼナウエネルギーの秘めし可能性を探求するため、ミネル様に作られた特別なゴーレムの一体。ゼナギウムを鍛え上げ、武器や道具を作り出す特別な力を与えられております。魔王の手先に魂の神殿を占拠されていたため隠れていたのですが、ミレル様とあなた様のおかげで再び活動することができるようになりました。心より感謝申し上げます。本来ならばミレル様以外の方のために働くことは決してないのですが、あなた様は特別です。適正量のゼナギウムをいただければ、武器や道具と交換して差し上げましょう。何と交換いたしますか。なるほど。合剣、合体剣、合装、いいね。この辺の武器いつでも手に入るのめっちゃいいじゃん。なかなかだね。はい、ありがとうございました。またいつでも何なりとご用命ください。なるほど。でもう一個交換しないと、これはあれかな、クエストが完了しないかな。交換しましょうか。じゃあ、確かにいただきました。ではこちらをどうぞ。スクラビルド攻撃力50なんだよな。また素材をご用意いただきましたら交換させていただきます。 OK、 はい、これね、古代の刃と交換してくれた。ゾナギウム50個渡せば、地底で採掘された古代の刃を譲ってくれるそうだということで、じゃあ今回ここまでかな。他に何かあるわけじゃないだろう。のね、なんかね、周囲にねポポウとかあるんだよなこれな。でなんかさ、あれ違うか、岩に包まれてるわけじゃないか。これ奈落もしかして。違う、水か。ふむ。なんかありそうじゃない。あ、でも宝箱反応は出てないか。そうだね、宝箱の反応だもんな。じゃあ宝箱はこの周辺にはないのかな。うん、
ポーが1個あるだけまあこんなもんかな。ポーがあっちこっちになんか飾られるようにして置いてあるのは気になるところではあるけど、まあ俺が気にするようなことじゃないかなね。特に宝物があるわけでもないし。そうだね、グランポーもあるみたいだけど、まあとりあえず OK でしょ。じゃあ今回はここまででしょう。で続きはまた次回プランに報告するのは次回という感じにしましょうかね。OK、 やばい戻んない。じゃあ今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録高評価をよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。失礼いたします。